2024年、4月17日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。まあですね、86の平和記念式典、まあ本当ね、すべてのね、国と地域を呼べばいいじゃん、というふうに私はね、申し上げたいと思います。広島市、今年のね、平和記念式典もね、米国と、米国じゃない、ロシアとね、ベラルーシをね、招待しないという方針をね、決めてしまいました。本当にこれでいいのかということですよ。まあ、ロシアとね、ウクライナ侵攻がね、原因だということでありますけれどもね。やっぱりね、僕思うにはね、じゃあ、朝鮮なんかにもね、招待状を送ってんですよ。はっきり言うと。ね、朝鮮ね。ミサイルにしてね、バンバンやってますよね。そしてね、何より世界で最初にね、核兵器をこの広島でね、使った、で、米国、反省をね、押していないね、米国はね、招待をね、しているわけですよ。だからね、中華人民共和国について言うとね、日本がね、先の大戦での加害責任をね、棚上げしてるっていうかね、自分の被害、原爆被害がばっかり言ってるみたいなね、いう理由でね、参加を拒否されてますけどね。まあ、こちらからね、中華人民共和国に対するね、招待をね、やめるということはね、しない方、しないでいいと思いますよ、それはね。招待状はね、出しておくと。ね、本当ね、来たければ、ね、門戸はね、こっちから開いておくということだと思いますよ。ね、こっちから喧嘩をね、売る必要はね、全くないわけでね。中華人民共和国に対しては。あとね、まあ、さあ、皆さんの中にはね、まあ、アメリカ帝国主義を招待してけしからんというね、ご意見もね、あるのもね、これはね、事実ですね。その心情もね、私はね、理解します。しかしながら、またね、私自身もね、G7 サミットっていうのはね、結局ね、今振り返れば本当パレスのね、虐殺応援団サミットだったというふうに思いますしね、広島のね、黒歴史だったというふうにもね、思います。ただね、平和記念式のね、式典のね、式典の一参加者としてね、米国大使が来られる分にはね、平和行政としてこれを拒否する理由はないでしょうしね。ないです。だからもう、党派のね、運動論は別としてね、広島の平和行政という観点からすればね、どの国もね、分け隔てなくね、ご招待しね、核の悲惨さをね、資料館にゆっくり学んでいただく。これでいいと思うんですよ。あくまでね、この建前をね、誤示していくべきですよ。平和行政はね。で、そのね、ロシアやベラルーシはね、招待せずに、イスラエルは招待するじゃね、これあまりにもね、これ矛盾していると思うんですよ。で、招待してね、来なければ来ないでいいんですよ。ね。本当ね、繰り返しますけどね、アメリカも中国もね、朝鮮もね、ロシアもね、イスラエルもね、招待すればいいじゃない。それでいいんですよ。それが平和行政っていうもんだと思うんで、広島のね。でそこで何かね、勉強していってもらえればいいんですよ。地方自治体としてのね、平和行政の中でね、だから、戦闘中だからとかね、そんな理由でね、招待しないっていうのはね、おかしい話で、だから戦争はロシアとウクライナだけじゃありませんからね、世界各地でね、いろんなところで起きてますからね、まあエチオピアなんかもね、なんかどっかね、侵略してましたよね、侵略って言うとあれですけどね、言い方は悪いですけどもね、なんか軍隊を使ってなんかやってましたね、エチオピアなんかもね。いろんな国ね、まあ、今言ったらほんの氷山の一角です。世界中どこでもね、ありますよ、ね。ロシア、ウクライナ以外でもね。いくらでも戦闘地域っていくらでもあるわけ。なんでじゃあロシア、ウクライナだけをね、特別するのかっていう問題もあるしね。まあ、ほんとね、すべての地域をね、国地域をご招待するでいいじゃない。まあ、ほら、あんまりもうね、そこはね、やっぱり私ね、おかしいと思う。ね。イラク戦争中のね、アメリカだってね、招待してたわけなんだし。ウイグル族をね、弾圧してた時のね、中華人民共和国だって招待してたわけだし。わざわざね、このロシア、ウクライナだけね、外しました。で、それはまた政府にね、報告すると。
どうかしてると思いますよ。これは、私はね、こういう考え方なんでね、皆さんはね、どう思われるでしょうか。まあ、一広島市民としてはね、今日はね、感想をね、述べさせていただきました。本日はね、最後はね、ご清聴誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。